見れば見るほどです。はい。さあ、いろんな世の中のことがね起こってまして、皆さん方のお便り読んでも、はい、ああそうか、そういうことがあるのかというふうにね、うん、あの思いますし、あそう感じるのかというようなこともあります。クリオネブルドックさんからいただいておりますが、少子化が続く中。 1>, 1人の女性が生涯に産む子どもの数を推計した、えー、合計特殊出生率というのが上昇しましたよということらしいですね。はい、パッと聞きますゃう何かそういうふうにふっと思えてしまいますがね違<う>まあ一つ皆さん一緒にちょっとこれ聞いてみましょう、うんはい、厚生労働省によりますと昨年1年間に生まれた子どもはですね102万9,800人。 1899年の調査開始以来これ明治時代のことですね、はい、開始以来最も少なかった。 うん、少なかったさっきあの、出生率上昇言ってたのに、うん、少ないかって、ここからもう混乱してしまいますね、僕たちはね。はい。え最も少なかったという、女性の人口の減少が背景にあると見られている。一方で、一人の女性が生涯に産む子供の数を推計した合計特殊出生率は昨年は1.43で、2年連続で0.02ポイント上昇しました。少しだけうん。 去年は35 0 4歳だった3歳以上の女性から生まれる子どもは昨年生まれた子どものうち約27%を占めているとただ死者数は、えー、120万人で減少の一途だそうです、うん、死ぬ人は少ないうん、うん、ねっ で、正直この年で結婚して子供を作ろうとはもう思えないですけども、消費税上がって残業代までカットの話も上がってきて、年金ももらえない。何のために生きているのかわからんぐらいです。聞けばだけは暗くならないでくださいね、というようなことでね。あの、さっきの話ですけども、もっぺんまたお便りの方繰り返しながら読んでいきますけれども、え、おっぱい枕さんからいただいておりますけれども、え、まあ、本当にね、え、ー 全日,本全日本全体ではまたまた人口が減少ということでありまして、えーまあ、とにかくその女の人の数が、はい、さっきの話もう一回戻ります、はい、女の人の数,が、はい、数も減っていってるので、はい、そこの減っていってる中での産んでる頑張り具合は頑張ってるけども、うん、全体の増え具合としては。 増えてない。産んだ人が減った分の方が、ちょっと、ね、あの表に出てきちゃってると,うと、はい。うんというようなことも含めて。補、うん、ついてないってことですね。はいはいはい。うん、ですからあの埋める人が産んだとしても、はい、あのなかなか全体の人口の増加ということにはつながっていかないぞ、はい、ということなんですね。だから出生特殊出生率が上昇といっ 一見するといいかなと思いますけども、全体としては問題はですね、まだまだたくさんありますよと。 まあこの方ニュースを聞くたびに嫌な気分になってしまうんですが子供には責任がないのに親の勝手な言い分によって虐待とか殺人とか若い命が消えてしまったり無謀な運転などで自分の命を絶ってしまうこと戦時下でもないのに将来ある若い命がなぜ消えなければならないんだろうかと昨今のニュースなんか聞くとこういう人口減少若い人が減ってますよとしたら今度はなんか女の子の誘拐殺人とかねえあの若者の暴走で 死んだりとかっていうのは、どうやっと、うん、そうか、そうか,そうか、この間、だから、だからねあの、女性が産む、なかなか子供はまはあ、産まない、産まないとか、うん、産めないとかっていうことで、うん、昔は3人、4人産むのは普通だったけど、今はその、うん、1人、2人、でその、本当は増えてくのは、どのぐらい産んだらいいかっていうの下回ってるって話、昨日ありましたけど、うん、そ,うかそうか、人口が、産む人の人口が今後、どんどん減ってくので、うんはい、ってことは、 もっとさらに先は、2人産んでも3人産んでも、まだ足りないっていうと、うん、相当頑張らんといかんような事態になってきますよ、てくるいうことで、ね、出生率だけ見て安心しててはいかないと、うんはい、ら花の民さんですけれども、それでね、障害出生率がわずかながら、この2年連続アップしましたが、どこが上がったかという、地域別の統計も出ております、はいはい、上がったところの第1位はですね、沖縄、沖縄りまし頑張りました。うん なないいさと言がら頑張りましたはい2位が宮崎そして3位が島根と熊本とこういうことですねまああれですね出生率ですからねやっぱあったかいところがいいですよねやっぱりどうしてもそうなんですかどうしてですか

3位、うん、北海道。ほら、大学私の説がだんだ東京を除いて当たってきましたね。この間でも北海道暑かった言ってましたね。はい。だ暑くてやっとる <laughs> それどこでもや。どこでも。で、出生率、出生数が死亡数を上回った県。はい。はい。あの、死んでいく人より生まれていく人のが多いぞというところ。はい。増えていくかなという傾向のところって、ねはい、は、どこの県かと言いますと、うんうん 神奈川愛知滋賀沖縄の四県のみらしいです。んね。はい。から結婚したカップルは。はい。数としてはどうだろうということですけども。はい。六十六万五百九十四組が結婚しましたが。はい。前年よりも。ええー、マイナス八千二百七十五組。はい 減ってます。結婚する人は減ってるいうことですか減ってる。そうすると少子化ですわね。うん、言っても普通に考え。結婚かってことですかね。で、地域的にはこういうことやらということです。うん、クリアリスのトゲさんから頂い,いておりますけれども。まあ、この去年の死亡数は戦後最大の1200、 ごめんなさい126万8432人となり日本の人口は減り続けておりますある番組で2100年の日本の人口は7400万人まで減ると言っておりました「え古事記の神話」ではイザナミが「一日1000人の魂を奪ってやる」という言葉に対して、うん、イザナギが「ならば一日1500人の魂を誕生させようと」と単価を切る場面がありますが「あ と、これ、イザナギの神通力が弱ってきたか、イザナミの呪いがパワーアップしてきた結果ではないでしょうかと、まあ、この人は言っております。はい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 。は会いに行くわけ。はい、なんか気持ち悪かったみたいですね。はい、ウジがいっぱい湧いたりなんか,なんか,なんかして。わーと驚いて。うんで、わーと逃げてきたら、今度イザナミが追っかけてきて、うわ、はいはい、ーってって、やっと、ばーっと、いろんなものぶつけて、うん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 、ぶつけて、わーとで、せいで、現世にパッと戻ってきて、なんか石かなんかで、 閉じ込めたいう時に向こう、石の向こうから、このお前な、お前の命、一日千人奪ってやるぞという恨,恨みの声。はいはい、で、イザナギが、ならば、一日千五百人の、この人は命を誕生、魂を誕生させようというんですが、一日千五百の 産む部屋小屋みたいなものを産院、まあ、でしょうね、うん、今で言うならばね、そういうまあインフラ整備をするはぁはぁということでしょう。うん、やるんだと言い返したということで、はい、あの日本という国は死ぬ人よりも生まれてくる人が多くて、はい、これからどんどん栄えていきますよというような神話での教えなんえ もともとあれ綺麗な奥さんだったんですね、ごで。で亡くなって綺麗な奥さんに会いに行きたい言うたら、そん、うん、あのね、見た目だけで、そうね、はい、態度変えんでもいいことない <laughs> 旦那さんもな。まあ、そういう説もあれば。はい もう死んだ人は死んだ人できっぱりきちんと心の整理をしましょうと、うん、いつまでも死んだ人にうだ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 言っててはあかんぞというような先人たちの教えかもわかりませんいやそれにしたってそ,の、はい、そんでまたなんかもうすごい行走で追いかけてきてっていうその、うん、ひどくないかそれは <laughs> 改めて聞くと失礼なな話や死んだ人ですから、今のこの少子化問題からすると、死んだ人は子供を産めませんから、もうそれはもうほっときましょう、うじも沸いてるし、書いてあるんです書いてあるでそんなふうにそう、なんでそんなふうにするかなと思いますけどだからもし、これがザナ波のたたりだとするならば、私も調べましたけども、ザナ波はどこに葬られているかと言いますと、これは広島県との、 県境のところ島根とはいのところのあのにあるとされていますそれもう一つはですねこれ檜山というどっちも檜山ですけども安来市の方にある山がんかあそこの遺体が埋められたところだし埋められてるんでそこに皆さんお参りに行ってこの気持ちを沈めに行くということもひょっとしたらこの間うちからあの。 沖狭間の時では、<laughs> 霊的なものが発生して <laughs>。できてたみたいです言ってましたけどもね。はい、それももし、あの、いざ波のたたりであるならばそうせないか。それから近くでいならばですね、はい、あの、多賀大社。大社こちらの方にお参りに行くといいかもわかりませんね。お祭りをやってるんですか。はい。お伊勢七度、熊野栄三度、お高様には月参りというぐらいに。ですかこれは、もう一つ、これわかりにくかったですけど、おい、あの、ね、 伊勢を参れば、あのおたがも参れと。うん、お伊勢おたがの子でござるということで。伊邪那美、伊邪那がそこに祀ってあるんです。うん。お伊勢さんは天照大御神。うん、子供や。はい うん、お医者さんよりも格が上ですよみたいなことを<ー>、まあ、地元の方は昔から言っておりました、はい、そこに祀られているとするならばそこにお参りに行くというのも少子化対策のですね <laughs>、まあ、一つの何かの、はい、助けになるかもしれませんということでありましてね、はいはい、坪井食堂小高支店さんからも、えー、もうこれやっぱり景気の影響とかいろんなことも考えながらね、うんはい、えれ、ー、からまた国のせいだけにせず国民の 心持ちというね。うん、結婚する人が減るいうことでしょう。はい。で、インタビューやってましたけども、うん、結婚したいんですかいや、したくないですって。うん、ずっと皆さんそんな声ばっかりの、まあ、編集上そうでしょうけども。<laughs> そんなのやってましたけども。はい、やっぱみんな結婚したくないのかね した方が得だなとか楽しいなと思える何かがあればきっとするんでしょうけどねそこが感じられ彼女ができて「門限あるの?」とか言っても「十字が門限あってまたないって別れる時にああずっと一緒にいたいなその延長線上にですね結構いいのがあるその気持ちを大事にせないかんいうのが僕の説でございますけどもねさっきのいざなぎとお参りの前にそこの気持ちも大事大事だと思いますがね。